筒香嘉智、今だったら本当にメジャーで勝負できる理由が判明。昨シーズン、開幕直後に腰痛を負ってしまいました。その後、球団に故障を隠してプレーを続けました。昨シーズンはパイレーツとの1年契約でした。自身の立場を確立し、レギュラーとしてプレーするために、休むことは許されないというプレッシャーが私を無理に駆り立てました。その結果、故障部位を守り続けるために、打撃フォームや体のメカニクスに乱れが生じました。しかし、故障は克服し、体のケア方法も正しいものを見つけました。日々のコンディショニングとパフォーマンスの向上に、今は手応えを感じています。待ってろ、メジャーよ。間に合ったな。なんか小さくなったな。去年腰痛を起こしたから減量したんか？まだ横浜時代より細く見える。独立からトリプル A まで這い上がったのすごくね。感覚掴んだのはええけど、もうシーズンも終わりやし、その感覚を来シーズンまで維持してほしいわ。また余計なフォーム改造とかして失ったら困るで。遅くない？日本にいる時よりも厳しくて、一年一年が勝負の年のはずなのに。9月下旬に言われてもメジャーさんサイドも困るやろ。横浜の時から調子がチーム事情と合ってなかったよな。開幕フォーム探ししてチャンス潰しまくったり。筒香はプロ野球で活躍し始めるのにも時間かかったし、慣れるまで時間かかるタイプなんだと思う。なおサンフランシスコジャイアンツはプレイオフ争いをしているため今季の MLB 昇格はない模様。言うて吉田と同レベルくらいにはやれるやろ。鈴木誠也となぜ差がついた、満身環境の違いか？冬にリーグやってる国行けば大活躍するんじゃね？夢を諦めないのはかっこいいけど今ならとか言い出すのはダサい。都合終わりそうなんですが。